ラトゥールによるマリー・サレの肖像、マリー・サレは、フランスのバレエダンサー、振付屋である。表現力に秀でたダンサーであり、同時代に活躍した、バレエダンサー、マリー・カマルゴの公的主として名高い。また、女性振付への草分け的存在であり、衣装などを作品のテーマに合わせて改革し、当時使われていた重いバレエ衣装を配して、シンプルなチュニックやサンダルで舞台に立った。 サれが行ったバレエ改革の試みは、18世紀後半のジャン・ジョルジュ・ノベールによる改革の先駆となるものであり、彼のバレエダクシオンの理念にも影響を与えた。旅芸人の一家に生まれ、幼少期をイギリスで過ごした。幼い頃からダンスや演技を習い、9歳の時にはロンドンで兄と一緒にパントマイムに出演した。この舞台には、 1716年から1717 17年にかけて100回以上出演している。2年後、パリの舞台にデビューしフォワール・サンローランなどの劇場に定期的に出演した。舞台に出演しながらも演技やバレエをパリオペラ座で学んだ。オペラ座では優れたバレエダンサー、女優として名声を得ていたフランソワーズ・プレイボーに支持し、1727年に 初舞台を踏んだ。彼の人気は急上昇し、当時パリオペラ座で人気絶頂だったマリーカマルゴの位置を脅かすほどになった。女性として初めてアントル社を行うなど、舞踊の技巧に優れ、華麗な舞台を売り物にしたカマルゴに対して、猿は女性らしい優雅さと豊かな表現力で観客を魅了した。猿は自ら振り付けを手掛けて作品のテーマに合わせた。 一生改革に着手した1734年2月14日にロンドンの劇場で彼女自身が振り付けて踊ったピグマリオンは観客に大反響を巻き起こした。ギリシャ神話に題材を得たこの作品で、サレは自分を想像した男の祈りによって生命を得た彫像ガラテアを演じた。彼女は通常の大きく膨らんだ。 スカートなどの球体依然とした重い衣装ではなく、モスリン製のシンプルなチュニックとサンダル姿で舞台に立ち、その踊りの表現力だけではなく、衣装でも観客に新鮮な驚きと感動を与えることになった。されと親しく交流した人物の中で、特に知られているのは、バロック期を代表する作曲家、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルである。 ヘンデルとサレの出会いは1717 17年に遡る。オペラ、リナルドのロンドン公演にダンサーとして出演していた少女時代のサレに彼は引きつけられたが、彼女が活動の場をパリに移したために長きにわたって交流が途絶えていた。時は流れ、ロンドンでサレと共に仕事をする機会を得たヘンデルは、オペラ、忠実な羊飼いを改作して、1734年にバレエ曲、 テルプシコーレを追加作曲した。この作品は、サレとヘンデルの双方にとって、申し分ない出来栄えのものとなり、大成功を収めた。ヘンデルはさらに、アリオダンテ、アルチーナなどにサレのためのディベルティスマンを追加した。サレは、アルチーナの一場面で、キューピッド役を演じるために断層して舞台に現れたが、これは不評だったため、 イゴロンドンの舞台に立つことはなかった。パリでは舞台出演を続け、モリエールが台本を書き、ジャンバティスト・リュリが作曲を手掛けた一連のコメディー・コール・バレで好評を博した。ジャン・フィリップ・ラモーとも一緒に仕事をし、優雅なインドの国々やカストールとポリュックスなど彼が作曲したオペラの舞踊場面に登場した。それは、ラモーの作品中で自ら振り付けた場面も踊ったが、 彼女の振り付けはパリの観客にそれほど好評ではなく、1740年に一度舞台から退き、5年間陰性した後にダンサーとして復帰した。最後に舞台に立ったのは1753年のフォンテーヌ・ブローでのことだった。その3年後、1756年に死去した。それはヘンデル以外にも当時の芸術家や詩人などに、 多くのインスピレーションを与えた。画家のモーリス・カンタン・ド・ラトゥールや、ニコラ・ランクレは彼女を題材にした、肖像画を描き、アレキサンダー・ポープ、ジョン・ゲイ、そして、ボルテールなどは詩を書いた。18世紀後半にのベールの目指したバレー改革は、されの存在に触発された部分があり、彼は、されの気取りのない優雅さと表現力を称えた文章を残している。 AB バレエの歴史2011年7月16日、閲覧。ABCDEFGHIJKLMNO オックスフォードバレエダンス辞典196ページ。ABCDEF バレエ音楽百科136ページ。オックスフォードバレエダンス辞典470ページ。されと人気を2分したマリーカマルゴも、プレボーの弟子であった。バレエのパの一種で、 跳躍しながら、空中で両足を素早く交差させる動き。ABC、バレー音楽百科342ページ。ハンドル17352011年7月16日、閲覧。ダンス、舞踊専門サイトコラム、福田和夫、ボリューム12011年7月16日閲覧。オックスフォードバレーダンス辞典572ページ。 ありがとうございます。